谷翔平、打率3割2分、27本、60打4打点、OPS 1.048、得点圏2割3分5厘矢印。これについての率直な感想、わらわらわら。ようやっとる。神。3冠と40-40達成で、まあスタンダード。3倍打点2期は不満顔。そもそも4番でない。打率低すぎない？首位打者取りたいならもう一部上げてほしいわ。ヒットの半分近く長打って地味にやばいな。得点圏4割程度打ってくれたらな。こいつにピッチャーやらせたの失敗だろ。あら、 OPS 1.1 乗ったら選ばれし者だな。去年の大谷の方が上。序盤のチャンス G がなきゃ今三冠王だったな。なんでこんなのが日本で生まれて育ったのか。オールスター前に30本行って当然なのがやばい。もう投手やらなくても移り来るやろ。高卒でメジャー行ってたら打者大谷はなかったかもしれないと考えると恐ろしいな。日本は投手の方が野球センスある選手が集まってるってのは事実なんやろな。ちなみにリハビリ中なんだよな。この大谷っていうのください。いろいろとおかしいとしか言えない。二刀流なんて不可能。投手一本でやれとザレ事を抜かしていた過去の Y の後頭部を思い切り殴ってやりたい。インハイの球でもあんなもんよく打てると思ったわ。スイングが別物、比較対象がないわ。すごすぎやろ。筒香ですらオールスター出られる。日本なら80本くらい打ちそう。後半は得点圏4割打って帳尻合うようになってるから黙ってみとけ。オズナ最近めっちゃ冷えっ冷えやし、ホームラン王はもらったようなもんやな。というか上振れ出ただけ。毎年の成績知ってるやつはもともと焦ってもない。今さら急成長するような年齢でもないもんな。なんでこんなのが日本にいたんや。もうちょい打点欲しい。盗塁が少ない。慣れちゃってるけど、メジャーで当たり前のように MVP ホームラン王争いしてるのがやばいわ。一番になって打点増えてる。もう外野手専念でいいやろ。指名打者でこんだけ称賛されてるんだから、外野手やればさらに称賛される。30過ぎたら投手は疲れが溜まるからやらんでよい。今年は投手やってないけど全く不満ないからな。投手は必要ないということ。打者としては超一流だけど、投手としてはそうでもないしな。2年前のサイヤング候補なのに、東谷の過小評価えぐいよな。もう投手やる必要ないよな。日本時代とメジャーの3年くらいで活躍できるの十分わかったし、正直外野やる方が見たい。毎日ホームラン打ってるのが当たり前すぎて、実際どれくらいすごいのかがいまいちわからない。メジャーリーグのバッターの心をフルスイングで粉砕。正直今シーズンはリハビリやし、新チームやし、ホームラン35本くらいで終わると思ってた。気づいたらもう27本打ってる。前半戦で30本近く打ってても驚きがないの。よくよく考えるとおかしい。